い、こんにちは。こんにちは。はい。自分たちの今身の回りにあるもの、これは何でしょう？ゲーム。まず私からいきます。はい、だっけ、何それ、何ちょっと大きすぎじゃない、そのヒール。そうなんです、ヒールにしては大きくない、ヒールにしては大きいですよね。だよね、うん、大きいと思う。でこのヒールくっついちゃってるんですよ、わかるかな。え、何ですかそれ、え、かわいい、何何それ、かわいくない、これちょっとあのプレゼントでもらったの。何って言ってんの、それは何、これ何でしょう。うん、2つもね、脱ぎ捨てちゃったっていう感じだよね。そういうことではないんですけど、もうそういうことではちょっとないんですけど、これなんとあのちょっと今これ携帯のカバーなんですけど、携帯置きになります。かわいい、かわい、かわいくないですか。かわいい、ください、それ欲しい。そうな、携帯置きでした。次おいくらですか。あのプレゼントでこれちょっと、え、何それ、リから始まってプで終わるものです。デカプリオ的な、デカプリオになっちゃうよね。うんだよね、違うよね、うん、ニュージーランドのリップクリームなんですけど、まあ、メイドイン USA なんですけど、やめて、USA なの、はい、すごい唇が乾燥しやすい人おすすめです、うん、なるほどね、ユージーのものではなかったっていうね、ニュージーランドのものだと思って買ったけど、ユージーのものではありませんでしたっていうね。私たちもこのものが知ってましたね、あの知ってましたね、お互いに、はい、いつも見てるから、いつも見てる、じゃあさ、見たことないもの今から探そうよ、うん、あ、いいよ、私あるよ今すぐに。 OK、 ちょっと探してくるわ、うん、じゃあ私からいいですか。はい、これちょっとでもさっき、これちなみに洗濯バサミではありません。何？コードまとめるやつだ。あ、違う違う、これね、めっちゃきついの、すごい硬くて。あ、紙をまとめる。あ、部屋？ペーパーを押さえる。違う、私のあの前職に関わる問題ですこれ。はあ、着物？そう、これ着物で使うんですけど、着物の名前ピンチって名前なんだけど、こう着るじゃん、時にこうずれちゃったりするじゃん着物が。それをずれないようにここで止めて、そう、次の作業に行ったり。これはもう必需品。じゃあさ、なんだろう、それ大丈夫かな、それ動画にして大丈夫かな。持ってるから、持ってるから、持ってる、ちなみに何でしょう。女の子の日だよね、それは。女の子の日に使う。そうです、そうです。かわいいね、めっちゃかわいい、それかわいいよね、うん、そうそう、え、それなんか持ってるだけでかわいいよね、テンション上がるし、かわいい、なんかもう自慢したいもん、いろんな人、ね、これ持ってるみたいな、わかる。ちなみにナプキンですね、はい、はい、そうです、はい、いっちゃいましたね、かわいいと思います、かわいいよねそれ、日本にない、私もこれお土産でみんなに配りたいと思います、最高。私もお土産でそれ買いました。それちょっとクレイジーフレンドにはそれを あげますので、もらった方は自分はクレイジーだなっていう認識を持っていただきたいと思います。はい、はい、間違いないですね、はい、はい、以上になります。はい、ということで、あの今日も一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね。今日も一日一つポケモンですね、ポケモンクイズですね。今日も私の大好きなポケモンを当ててほしいなと思います。わかりました、はい、わかりました。じゃあいきます、はい、結構今日はね長いです。そうなんだ、むずそうだな。ブルーバーサワー、ブルーバーサワー、はい、これだけ見てちょっと答えてみて。あれ名前わかんないけどさ、イーブイの前のやつ、イーブイの進化系の、うん、違うわかったね。ゼニガメ、不思議だね、人影、むずっ。さあ、誰でしょう。ヒントは？ヒント？うん、
生の方、亜生だ、亜生、弟の方ね、オッケー、弟の方ね、オッケー、もう一回選択肢見せてもらっていい？亜生が持ってそう。いやもう不思議だねっしょ。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。マジで？マジ亜生不思議だね、持ってるっしょと思って。やばくない？うん、すごい。亜生の、そう、私はちょっとスーツの色をイメージしたの。ああ、そういうこと、全然わかんないけど、すごい、すごい、おめでとうございます。ありがとうございました。今日もありがとうございました。